指名手配されてるただ一人の政治家、日本国民党代表、前葛飾区議の鈴木信之です。ブログでもね、外国人の生活保護の問題、それから貧困層の問題、鈴木は取り上げてます。まあ特に鈴木というとね、外国人生活保護反対を訴えて、葛飾区議に当選したりね、外国人問題では力を入れてやってきたんですけれども、まあ今日はね、もう日本はね、この貧困率、ブログでも相対的貧困率 15.7% とかね、グラフで出させていただきました。まあこれまではね、この外国人生活保護というのは、法律では日本人だけなんですよ。日本人だけのこれが受けるね、資格があるね。だけど今、日本人の中にこの貧困率というのが非常に高まってきて、特に単身女性ね、女性、それからシングルマザー、単身女性はまあ3分の1というふうに言われてますよね。でシングルマザーは、もう半数以上ですよ。そりゃそうだよ。だって子供の面倒見せたらまともに働けないんだもん、能力あってもね。そしたらそれは、収入減になるし、それはよっぽどのキャリアやね、資格を持ってる人っていうのは、働けるかもしれない。特にこれからジョブ型雇用ですよ。能力のある人は能力に見合った収入を得られる。30代でも1000万円プレーラーはいるけれども、50代鈴木の年になっても年収300万を割るという人たちがいるという、そういう社会にもう日本はなってるわけですよ。とてもとてもこれまで、外国人に生活保護を与えるのはこれは人道的措置としてね、そして、認めてきた。だけれどもこれからはもう日本もそんな余裕がないわけですね。でこのに人道的措置っていうのがね、非常に、鈴木は、問題視してます。例えばウクライナにね、1日2400円か、もう1000人以上来てますよ。で、東京都も都営住宅を割り当てるわけでしょ。でも日本のこの貧困層ね、ここの人たちは、入れなかったりさ、単身女性シングルマザー入れなかったり、まだ50代だとね入れないんだよね。そういう人たちがいる中で外国人が、都営住宅公営住宅に、入居している。なんでだろうと。でウクライナの人が優遇されてね、じゃあミャンマーだって戦後も70年も内戦やってるぞと、アフガニスタンタリバン支配してもう戻れないよと、じゃあ鈴木は6月4日に天安門事件集会やりますけれども、あの天安門事件で逃げている人たちだって帰ったら処刑されちゃいますよ。それからアジアでも他にもあるミャンマーね、70年以上ミャンマーもある、アフガン、ミャンマー、中国だって言い出すからね、これね、本当にね。でもそういう人たちにね、じゃあ脱北者に対してもね、それだけの支援してるか、避難民だからね、難民じゃない、避難民、今度準難民っていう制度を岸田政権作る、とんでもないこと考えてますけど、でもそういう中でさ、今まで余裕ある日本だからできてきたけど、日本人自体が余裕がねえんだよ、これ。はっきり言ってね。で、これからジョブ型雇用でね、日本人の雇用形態が能力によってね、収入が定められていくことになっていくわけですよ。鈴木もブログで書かせていただきましたけれども、人道的措置で手厚く保護する余裕がもうない。で本来で言えばさ、外国人労働者というのは今日本企業も必要としてるから、
入れるのはよし、ただ、一国でやっぱり100万人とか増えるとそれは規制すべきですよ。ただ、その外国人がね、もう働けなくなったらこれ労働者じゃないからね、言っとくけど、働けないということは労働者じゃないでしょ。そしたら帰国していただかなければならないわけですよ。生活保護をもらってね、この生活保護ここもらってだよ、これもらってで、ずっと残ってんの、いやこれはおかしいやね、これはおかしい、日本人だって生活保護もらいたいよ、ここの人たちは、だけど外国人が生活保護もらって、いや法律じゃダメだったらもう人道的措置じゃなくて日本余裕ないからお帰り願いたいというのが、鈴木の考えであって、またこれは必要なことだと思います。あのね、労働者はあくまでも働ける人だから、年を取って高齢を理由に生活保護をもらうような、働けない人はこれはご帰国願うね、日本で、働いて、お金を貯めるなり、または、祖国に帰ってね、まあ事業を起こすって簡単じゃないけれども、その元手にして何かしら技術を学ぶわけでしょ、技能実習生どれだけ技術学べるか分からんけど、だけどそういうことをするために日本来てね、ただし日本人の配偶者となったら、今度は日本人の子供がいたら、これは日本人の母親ないし父親ということは、これはまた話が別ですよ。そういう例外的な話じゃなくてね、日本で働いて、やはり一定期間経って、もう働けなくなったら、ご帰国願う、ね、高齢を理由とした生活保護というのは今大半が在日韓国人です。朝鮮人もちろんいるけど、朝鮮人全国で3万3000人しかいないからさ、在日韓国人で、それを見てたら中国人も言い出すからね、必ずね、年取っても働けないから生活保護ちょうだいよと、いや年金積んでないんだよとね、そうなるわね、だから言うんですよ、もうそんな余裕はない、これから日本は人口減少で下がります、人口が下がります、葛飾区も下がる、ところが、総務省東京都葛飾区の人口推計でも上がるんですよ、上がるの、外国人人口は増え続ける、ずーっと上がるの、日本人の人口下がる、これなんとかしなきゃいけない、鈴木も子供3人、いますけれどもね、もっと結婚を早くして、早くできるような環境を作って、女性が社会復帰できるような 法整備、してそして、お子さんをたくさん作っていただいてね、日本の人口減少にストップをかける、1億に減ったって日本は世界の中で人口大国ですけど、それがどんどん減るのはやはり今から止めなきゃ止まんないから言ってるんですよ。それは国力の低下でもあるしね。ですから人口減少を過度に抑える必要はないけれども、人口上昇させる方策は分かってるんだ、やるかやらないかなんで、政府がやらないだけなんだよ。平成の宮の30年間でやってこなかったんだ、だからこんな事態になっちまったんだよ。これ自民党の責任だよ、公明党の責任だよ、与党の責任だよ、いや国会議員全員の責任だな、政府の責任だから、そういう中で悪しきね、過去を引きずる外国人生活保護、これもやめなければいけない、もう日本にはそんな余裕ない、それよりも貧困層が増えてる日本人のね、日本人の面倒をもっと見なさい、外国に岸田さん金ばらまいて、あっちこっちにばらまいて、ね、いい顔すんのはもういい加減にしろっていうの、日本国民の貧困層こそ救うべきだということを鈴木は主張します。